私は口説かれたいです。口説かれる方が絶対来てくれた方が分かりやすいです。少し映画にあるようなことがあってもいいかな。なんて綺麗なの、大好きなの。この恋は成就する。チキンなんで声かけられないと思います。失敗した時のこと考えちゃうんですね。草食系かなとは。自分から言えるような男性になりたいなっていうのは思います。僕は毎日君と出会い、大好きです。ルイよ、毎日君と恋に落ちる。どうなるっちゃダメでしょ。いったい名前は大好き。それは彼女の記憶が一日で消えてしまうから。毎日君、改善は見られない一生。絶対幸せにする。君が明日僕を覚えていなくても。最後のファーストキスを。13日から公開、ネイロンパパヨン。